メルビル死爵区は、イギリスの死爵区、貴族、連合王国貴族爵位、トーリー党の政治家ヘンリー・ダンダスが1802年に、ジョイされたことに始まる。旧邸宅であるメルビル城の夜景、1980年代に売却。初代メルビル死爵区ヘンリー・ダンダス、トーリー党の政治家、ヘンリー・ダンダスは、ウィリアム・ピットの名優で、同内閣のインド長長官や陸軍大臣といった。 養殖を歴任した。彼は、同職退任後の1802年12月24日に、連合王国貴族として、エディンバラ州、メルビルのメルビル施釈及び、パース州におけるダニラ団爵に譲された。初代施釈は続く、第2次、ピット内閣でも、海軍大臣を務めた。しかし彼は、解消在任中の1805年に、公金王領の権威が持たれ、 さらに翌年には議会より弾劾された結果、同職を罷免された。その後の1809年にスペンサー・パーシバル首相から白尺異女尺の打診があったが、彼はこの提案を誇示した。初代尺の後は息子ロバートがその後を襲った。二代尺尺ロバートはヘイスティングス選挙区選出の庶民委員議員を務めた後、インド庁長官や海軍大臣を歴任している。 また、彼は、母方の姓を加えて、ソンダース・ダンナスをその姓とした。三代子者ヘンリーは、英国陸軍軍人として、第二次宿戦争下のクジャラートの戦いに参加したほか、1837年のカナダ・ソーランの鎮定にあたった。その後の1886年に、先代の弟である四代子者ロバートが亡くなると、老いのロバート、その弟、チャールズの順で、 釈意は継承された。以降、チャールズの系統で八代子釈、ヘンリーまで続いた後、1971年に彼が亡くなると、そのオイロバートが釈意を相続した。九代子釈ロバートは、1980年代に、一族の代々の邸宅であるメルビル城をナショナルトラストに売却した。2019年現在、その息子である十代子釈が、 元当主である。元当主である、第10代、メルビル子爵ロバート・ヘンリー・カーク・パトリック・ダンダスは、以下の爵位を有している。メルビル記念ヒエディンバラシ・セント・アンドリュー・ヒロバ。1821年に、初代子爵ヘンリー・ダンダスを記念して建立された。法廷推定相続人は、元当主の息子、マックス・デビット・ヘンリー・ダンダス閣下。ありがとうございます。